嫌いです。嫌い。こんにちは、ひろのさおりです。本日はナスを使ったナス入り餃子を作りたいと思います。長ネギを使って具材にしようかなと。長ネギ苦手なお子さんは玉ねぎとかキャベツとか、まあ別の具材使ってももちろん。まあ、肉ダネにナスを入れるんですけど、皮ごと使いたいなと思っていて、ナスの皮ってそう、体にいい栄養成分いっぱい含んでいるので、そのナスがいたけど食べられたみたいなところも自信につながるので、餃子の種なんですけど、オイスターソース小さじ1で、醤油小さじ1、砂糖小さじ1/2で、あと片栗粉小さじ1、あとネギも入れます。で、粘りが出るまでしっかりとこねて肉ダネを作ります。ここにナスを入れます。手で揉みながら形が少し崩れても問題ないです。だいたい焼き色ついてきたら、どうだった？食べれた？美味しかった？美味しい。美味しい。お肉みたい。お肉みたい。